ワンピース今空島編です。ケイです。ユッキー、かなり進んだよ。遅いよ、もう7月末ですからね。あとね、残り70巻ぐらいかな。はい、というわけで今日は毎月末恒例降臨企画自分のちょっと限界まで買ってきました。はい、はい、僕はまあ普通に出会ったものを買いました。はい、今月もね、あの僕たちは何買ったか最後までぜひご覧ください。はい、それでは早速いってみましょう。まず僕の番。はい、じゃじゃん。はい、皆さん一緒にせーの、ウーフォース。ウーフォースって感じ。ウーフォースじゃないから、ウーフォース。だから早く見せてもらっていいですか。はい、すいません。前に一押しで紹介した時のウーフォースとは違ってこんな形です。僕もね、これお店に入ってきてて知ってました。はい、形的にはね、グルカサンダルっぽい感じになってますね。グルカサンダル大好きやね。グルカサンダル、もう GU のもね、1ヶ月履きましたからね、僕ね。はい、これ履いた？これね、履いた。これえぐない？えぐい。めちゃくちゃフィット感やばいよね。普通のウーフォースだとさ、鼻緒のところと、そこが履き心地いいねって感じで、全部ね、なんかそのあとウーフォスのパカパカがないのよね、これ。そう、パカパカない。どんぐらい漏れるのかなと思って、ちょっと測ってみたのよ。まあウーフォスへこむじゃないですか、へこむ分考慮してもこんぐらいっていう遊びをやってた。ちゃんと測ってないんだよ。いや嘘だよって思ってこうやってきたから、俺もいや嘘だ、もうちょっとさすがに漏れないよ。あ、本当やと思って。まあそれなりに漏れます。ちょっとクッション性良くて身長漏れて、でなおかつまあちょっとおしゃれさもあるっていうね、普通のサンダルだとちょっとカジュアルすぎるかなって思う方もいらっしゃると思うので、まあこういった感じだったら全然前傾といけるんじゃないかなって僕は思いましたね。はい、何より履きやすいっていうのがまあ一番のポイントだよね、ウーフォースは。うん、この形ね、あのメルカリね、確かね税込みでね1万780円なんだけど、1万2000とか1万5000円とかで売られてるかな。ウーフォースね、今転売地ついてるからね。そうという感じで人気なので、あのこれお店で定価で売ってるのを見かけたらね、ぜひ今だと思って、うん、買ってみちゃってください。はい、でね、あと僕はね、今月あとユニクロとかでいっぱいお買い物したかな。ユニクロ中でインナーいっぱい買ったりとか、うん、あとね、フレアパンツ買ったりだとか、そういうのがデニムね、はい、あったんですけどね。ってな感じで、はい、まあ、先月とか先々月に比べたらいろいろ買ったかなと思います。こっからは以上です。はい、じゃあ続いてユッキー。はい、まずナナミカのセットアップを買ってたんですよ。あ、はいはいはい。でも動画もたくさん出したんで、あ、そっか、違う、あれか、ショウくんの動画とか、ね、とかハーフパンツのルックブックとかでも出したんで、まあそんな今年の夏のデート服ですよっていう。やっぱかっこいいもん。上下で5万円ですよ。かっけーです。はい、かっけー。あ、こんぐらいでね。こんぐらいですよ。まあ他のものも気になりますから。この2つメインになるんですけど、なんか同じ箱が見えるな、この2つなんか。去年の今頃ナイキ堺の箱ばっかり見せてたけど、これ今ニューバランスの箱ばっかりだな。しかも今回めちゃくちゃおもろい、めちゃくちゃおもろいんですよ。2002が2つなんですよ。もう一足持ってるもんね。そう、もう一足持ってます。あの当たったやつですね。あ、はい、抽選で当たったやつですね。まあちょっとこうダメージが入ったようなやつで、まあその履きやすさっていうよりかはまあちょっとデザイン性で買いましたね。はい、本当嬉しいんですけど、ネイビーの方がまあどっちかって言ったら欲しかった本命。うん、でネイビーが買えなかったんです。ああ、買えなかった。あ、じゃあもうしょうがないわ、もうこれ買おうって。ああこれ買おうって。これに関してはでもなんか純レッドで売ってた僕って、そう、加藤君が「ユッキー27センチだよね」っつって「引いとくね」っつって取り寄せてくれて、無事ゲットできましたと。ネイビーの靴もともと欲しかったから、バラバラつって、ネイビーはネイビーでもちょっとグレーっぽいというか、うん、グレーネイビーで、ソールもちょっとなんかピンクっぽいというか、ピンクベージュみたいな、ちょっと変わってるんで、あ、これかわいいと思って。だから今回はセットアップがまず5万円のやつと、ニューバランス2002が2つ、うん、すごいね、2002超えてあげろかなと思って。
ちはデイリーユースっていう感じではないんだけど、こっちはデイリーユースしていこうかなっていうぐらい使いやすい広みなんで、デイリーユースしていきたいなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。はい、というわけで今日は毎月末恒例コニヘ企画でした。いかがだったでしょう。車は終わったんすか。もうちょっと待って、もうちょっと待って。いや、来月の購入にはでも普通でしょ。このクオリティ落としたくない。これとかユニクロいっぱい買ったとかガラシャツ買ったとか、なんかそんぐらいのクオリティは落としたくないかな。欲しいものがあったら買えばいいけどね、うんうんうん、あくまでもそのスタンスでいきますけど、うん、まあなるべくやっぱこうやって俺は自分が欲しいって思ったのはもちろんだけど、紹介したいっていうのもあるからさ、うん、こういうの買ったからみんなチェックしてねっていう感じの意味合いも強いから、やっぱ買わないのはちょっとなるべく避けたいなと、うん、でも来月はねもう買うの決まってるんで、おお、1個はもう決まってるんで、服じゃないです。ああ、服じゃないです、靴じゃないです、靴じゃないです。楽しみにしててください。今日紹介したアイテム概要欄にリンクあるものは貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価のよろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってるんで、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャいってらっしゃい。